Welcome back to SAOR! 私のそば好き練習として、お前にはこれから毎日私の稽古に付き合ってもらうことになる。Okay. Okay. その他にも、部屋の掃除や身の回りの世話など、雑用を頼むこともあるだろう。わかりました。先輩のお役に立てるよう。それは心強い。私もこの1年間、お前に私の知る全ての武術を教えるべく努力して。それでは早速だが、今日は私の稽古に付き合ってもらおう。はいはいはい。久しぶりだな、メディナ。え、メディナ？本当だ、メディナだ。剣技を磨くって言っていたし、君もやっぱり修剣学院に入ったんだね。確かに。話は終わり。私急いでいるから。おい、メディナ。久しぶりに会えたんだし、積もる話も。語るような思い出はない。そんなこと言わないでくれって。ユージオとも何度もメディナの話をしたんだぜ。うんうん、僕たちも剣術大会や衛兵隊での暮らしで忙しかったんだけど、メディナの方はどうしているのかなってキリトと話したりしていたんだ。貴様たちと過ごしたのはほんの一時だけ。私のことを話す義理はない。どうしちゃったんだよ、メディナ。これはこれは、見てみろウンベール。おお、あれはウンティナノスケだ。相手はヘリーとはいえ冷たい人間ですな。貴族である我らでさえ話しかけるのをためらってしまう。仕方あるまい。オルティナノスケは一般的な貴族とは違う特別な一族なのだ。ですな。ノーベル。共に過ごす学院生活が。One like Nobel Prize。意味で仕方ありません。多分私もですよ。アンティノスとのジーゼックとの。少々言い回しに違和感を覚えましたが、お二人のオルティナノスを称える言葉、確かに受け取りました。行くぞ、ウンベール。メディナは貴族だったんだね。まあ、だから剣術大会には出なくとも修剣学院の入学試験を受けることができたんだ。とはいえ、追いかけよう、キリト。ああ、ああ、ああ、いや、メディ。ムカつく、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 ムカつく。Oh my god, Medina. You killed that dummy.ユージオ、違うんだ、今のはついライオスたちの言葉に怒りが抑えきれなくて。パンセイウェイ、すごいな。え、特に最後の連撃からの一撃、一体どういう技なんだ。方法はわからない。気づいたらできていたんだ。
私のあんな言動を見ても聞くのは技のことか。メディナがらしくない行動を取ったからってそのことを気にして態度を変えるようなことはしないよ。確かにそういう男だったな、キリトは。こんなところにいたのか、メディナ。何か用ですか？お前とはもう一度話し合っておくべきことがあると思ってな。Who are you? 私に会いに来い。いいな？わかった。今のって。気にするな、ただの知り合いだ。本当だ、疑うな。わかった、信じるよ。うん、僕もだ。相変わらずだな、貴様たちは。懐かしいだろ。多少な。改めてもう一度会えてよかったよ、メディナ。うん、これからもよろしくね。Medina wasn't in the enemy, so I don't know her. I don't know her. そうだ。テレビリーワンベイ。OK。 え？ちょっと。I don't want money. Wow. He wants.
Hey, Whitey. I don't want it. Okay, where did they go?行こうか。
Oh my god. Oh my. Okay.問題なく片付けられたな。ええ、俺たち3人なら楽勝ですよ。どうしたんだ、ユージは。ずいぶん機嫌が良さそうだな。いや、すみません。なんだよ、話して。私も気になる。大したことじゃ、ただ3人で冒険をしているとなんだか。昔のこと？うん、幼い頃にルーリットの村でもこうして3人で毎日のよ、僕たちはいつもアリスの後をついて回ってさ、うん、懐かしいな、本当に。そっか、良い思い出。はい、遅れるさ。そんなことないさ、きっといつか。セル、ああ、セルカだよ。さすがに探検なんて。いや、今確かに3人で歩いた頃を思い出して。違う、セルカじゃない。セルカを連れて探検に行ったことはないんだ。でも3人って。うん、僕とアリス、もう一人誰だ。大丈夫か、ユ。うん、疲れているのなら。だユージを。そこにいるのはメディナじゃないか。セル！メディナの剣。これまで試合。なかなかの立ち筋だったよ、メディナ・ウルティナノス初等練士。ただし、まだ戦い方に穴が目立つな。精神を鍛え、今。はい、これからも精進します。すごいな、模擬的な剣術試合とはいえ、教員相手に一歩も引かず、むしろ押していた。それでは私はこれで失礼するよ。ありがとうございました。メディナ、本当にすごいな。お前か、何の用だ。悪いな、たまたま通りかかってさ。そうか、それで。いや、メディナの剣の速さに驚いたよ。あのまま戦ったら勝ったかもしれないくらいだ。 And I'm assassinate again。 用がないなら私は行くぞ。相変わらずそっけないな。今
Cold Girl が最Cold Girl。 ちょっと待ってくれ。要件を作ればいいんだな。やはり何もないのではないか。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。喵喵喵。猫。メディナ。減ってるのか。餌をやらないと。お前は何を言っているのだ。ノラの動物に餌をやるのは禁忌目録違反であろう。そうなのか。もしや知らなかったのか。いつだかノラ犬に餌をやったことがあるような。俺知らない間に禁忌目録違反をしてたのか。いや知ってたよ、もちろん。まあお前が禁忌目録違反で捕まろうが私にはどうでもいいことだ。ともかくこの猫には悪いが私たちにはどうすることもできん。残念だがな。メディナ、もしかしてこの猫を助けてやりたいのか。私の気持ちなど関係ない。無理なものは無理、それだけだ。まだ諦めるのは早いぜ。俺にいい考えがあるんだ。なんだと。野良猫に餌を与えるのが禁忌目録違反なんだったら、メディナがその猫を飼っちゃえばいいんだよ。私がこの猫。そうすればその猫は野良猫じゃなくてれっきとした飼い猫になるだろ。まさか飼い主が飼い猫に餌をやるのは禁忌目録に抵触しないよな。するはずがないだろう。それでは牧畜が成立しないではないか。ああ、だからメディナが飼うと宣言すればいい。そうすればこの猫は飢え死にせずに済むだろう。私がこの子を飼って毎日餌をあげればこの子は死なずに済む。あれ？撫でてもいいか。にゃー。毛がふさふさだね。絶対私が守ってあげるからね。ん？メディナの口調が柔らかくなった。ごめんね、今は餌を持ってないの。部屋に戻って食べられそうなものを探してくるから。餌ならあるぜ。干し肉だ。これなら猫も食べられるだろ。ありがたく受け取っておくが、お前はなぜいつも干し肉を持ち歩いているのだ。そりゃまあ小腹が減ったら食べようと思って。 はい、干し肉だよ。あそこの意地汚いお兄さんがくれたんだよ。あの女。おいしい。よかった。これからは毎日餌をあげに来るからね。まさかメディナに猫好きの一面があるとはな。でもメディナもこんな顔ができるんだと分かってちょっと安心したな。
さてと、それじゃあネストの生成から練習しようか。ああ、ジェネレートサーマルエレメント。お、ちゃんと生成できた。よし、僕もやってみるね。ジェネレートサーマルエレメント。ユージオもできたな。うん、こうやって生成した後は何らかの方法で解放して放てばいいんだよな。うん、まずは普通のフォームエレメント、アローシェイプ、フライストレート、ディスチャージ。あれ、矢の形になれって言ったのに、はあ、ならずに飛んでいったぞ。失敗か。当たり前だよ。だってそれは上位の技だって教科書に書いてあったじゃないか。そうだけどさ、やってみたらできるかと思ったんだよ。忘れちゃったのかい。先生からちゃんと修練を積んで熟練度が上がらないと技は使えないって言われただろ。まあ、そうだ。新生術にもシステムコントロール権限、新生術行使権限という数値が設定されてるんだったな。ああ、そうか。つまり新生術も修練を積まないと使える技が限られてくるってことか。ああ、そうだよ。まったく忘れっぽいんだから。それに誰かさんは闘争の生成が苦手だったからちょっと心配だな。まあまあ、それはだな。でも僕がその分を補えば大丈夫かな。補ってくれるのか。相棒だから苦手な部分を助け合うのは当然だろ。それは頼もしいな、ユージオ。オンに切るぜ。よし、それでは闘争生成はユージオ君にお任せしようか。あ、でも新生術の実技試験を最初から投げるのはなしだよ。検定試験の成績に響いちゃうからね。うい、okay. そうだったな。しかくない、俺も頑張って新生術講師権限をできる限り上げることにしよう。そして新生術の授業が終わった後、先生に用事を頼まれたユージオと俺は一旦別行動を取ることに。リーナ先輩。いや、そうだ、もしよければまたお前とユージオに課外授業への同行を頼みたいのだが、いいか。はい、もちろんです。ありがとう。今度の課外授業は貴族の保有する領地、いわゆる私領地で行うらしい。わかりました。早速友情に声をかけてきますね。断ることはないと思いますが。ありがとう、心強いよ。もちろん行くよ。よし、それじゃあ準備しようぜ。でもちょっと不思議だな。不思議って何が。いや、貴族の私領地で獣を退治するって聞いて、前にキリトが先生に質問したことを思い出したんだ。ほら、どうして帝国には貴族と平民がいるんですか。そう聞いてたじゃないか。まあ聞いたな。確か先生は、先生はこう言ってた。氷教会の予言を引用して、確かいつか果ての山脈にある4つの通路、北の洞窟、西の峡谷、南の回廊、そして東の大門から闇の軍勢が退去して攻め込んでくる。忌まわしきアジンどもを滅するために四帝国において英士や英兵の天職を持つ全ての民は人民を守る役割を負い、戦わなければならぬ。その時指揮官として軍の先頭に立つために貴族は日々剣を磨き、術式を学び、心身を鍛えている。完璧だ、さすがユージオだな。印象的な言葉だったからだよ。それを聞いた後だと課外授業の話はあまり納得はできなくなっているけどね。そうか、ユージオは日々剣を磨いている貴族がなぜ私領地の獣を討伐しないのかって思っているんだな。うん、自分の職責を全うしないなんてことが本当にあるのか。
病気で動けないとか、何かそういう理由があるならわかるんだけど。多分それはないだろう。衛兵隊の仕事が溢れてるのは、おそらく貴族が獣を討伐する義務を怠っているからだ。それじゃあ貴族は一体何のためにいるんだい？その答えを出すのは難しいけど。ごめん、こんなことを今考えたって仕方がないよね。準備してソルティリーナ先輩のところへ行こう。ああ、そうしよう。ああ。
こいつか。行こうか。我々の剣を見せてやろう。きっと勝てる。ジェネレートサーバルエレメント、やっとディスチャージ。Discharge. ご苦労様。ご苦労様。ありがとうございます。はい。ご苦労様、ご苦労様。ああ。メディナ、どうして裸足なんだ。さすがかのオルティナノスケのご息女は、いでたちからして我らとは違いますな。あまり言ってやるな。本人の耳に入ったら何をされるか分かったものではない。あれはメディナと同じクラスの奴らだな。それメディナの靴がないのはあいつ。ダメだ、やっぱり見過ごせない。メディナ、メディナ、俺だよ、キリトだ。なんだ、お前か。やっぱりいつもより覇気がないな。なんでだろう。あと、それどころじゃない。メディナ、その、どうして裸足なんだ。そうな、あの生徒たちがやったのか。以前私に構うなと言ったはずだが。そんな状況じゃないだろう。靴はどうしたんだ。もしかして盗まれたのか。盗みは禁忌目録で禁止されているであろう。それは知ってるよ。でもあいつらの仕業なのは間違いないんだな。やっぱりそうだ。でも盗みが禁止されてどうやって靴を隠したんだ。いや、それ以前になぜメディナがこんなことの標的になっているのかが俺にはさっぱりわからない。お前は本当に何も知らないのだな。禁忌目録で禁じられている盗みとは、他人の所有物を無断で自らに所属させることだ。他人のものを持ち歩くか自宅に置くかしてから24時間が経てば所有権が移動して盗みとなる。逆に言えば24時間以内に返却するのであれば、他人の所有物をどこに持ち出そうが禁忌違反にはならない。じゃああいつらはその仕組みを利用して禁忌に触れずにメディナの靴を隠したってわけなのか。禁忌目録に違反しなければ何をしてもいいっていうのか。奴らに言わせればそこにあったものを少々移動しただけだということだろう。仕組みは理解したよ。でもどうしてメディナがこんな目に遭っているんだ。それは私が
いや、オルティナノスケが欠陥品だからだ。欠陥品？どういう意味だ？はい、どういうも何もそのままの意味だ。これは私が生まれる前のことだから父から聞いた話なのだがな、オルティナノスケはもともとは一等爵家であり、武官として高い評価を受けた一族だった。しかしある日、最高司祭様は我ら一族を欠陥品と呼び、二等爵家への降格を命じた。最高司祭っていうのは小売協会の一番偉い人だろ。その最高司祭の怒りを買ったということか。怒りを買ったなら降格どころでは済まないだろう。ともかくそういうことがあったのだ。最高司祭の気まぐれなのか、それとも何か思惑があったのか。欠陥品という認識があるために、他の貴族たちはオルティナノスケには何をしてもいいと考えている。皇帝も同じだ。オルティナノスケにわざと辺境の貧しい狩猟地を与えて、他の仕事に就くことは許さない。二等爵士とは名ばかりの貧しい暮らしだ。六等爵士どころか平民の方がまだマシかもしれないな。最高司祭の一言が原因でそんなひどい扱いをされているっていうのか。ああ、今のままではオルティナノスケの私に待つ未来はろくなものではない。だから私は必ずや大きな武勲を立てて最高司祭様に認めてもらう。そしてオルティナノスケ、父の汚名を注いでみせる。この父の形見の剣と共にな。もう二度と欠陥品などと呼ばせないために。形見、メディナのお父さん亡くなったのか。はあ、私の父はどんなに罵られ恥ずかしめを受けようとも誇りを失わない人だった。私はそんな父に報いたい。オルティナノスケは強く正しく誇りを失わない。それが家訓であり、私が父から受け継ぎし心情だ。そうか、だからメディナは一人で強くなったり武勲を立てることに執着していたのか。この話を聞いた以上放ってはおけないな。迷惑がられるかもしれないが、メディナの力になりたいよ。ああ、迷惑だ。おまあそう言わずにさ、まずは手分けして靴を探しに行こう。お前には関係ないだろう。それに24時間経てば靴は戻ってくるのだ。もう気は済んだだろう。私は行くぞ。あ、ちょっと待てよ。行っちゃったな。待てよ。今の俺にできることはあまりないかもしれないけど、なんとかしてあげたいな。もうムカつく、ムカつく、ムカつく、ムカつく。あいつ何の関係もないのになぜオルティナノスケである私に関わってくる。面倒だ、目障りだ、迷惑だ。何より、私はどうしてそんな奴に話してしまったんだろう。関係ないのに。やあ、メディナ。どうも、私に何の用ですか。何の用とは釣れないな。君と私は愛し合う仲じゃないか。要件は手短にお願いします。なんだその口の聞き方は。将来の夫に対して礼節を書くとは思わないのか。申し訳ありません。謝るしかできないのか。さすがは無能な欠陥品、オルティナノスケの一族だな。まあいい、お前は私より入学試験の成績も随分下だった。入学して以来の成績も随分と私に劣っている。自分よりも劣った者に対しては情けをかけなくてはな。なんだ。いえ、私は何も。私に逆らう気ならば縁談は白紙だぞ。どうせお前程度の実力では学院を出た後行く先などない。オルティナノスケの人間を皇帝が騎士団に迎え入れることなどありえない。また
信用ならない欠陥品にこの衛兵の任務を終わってみると思う。しかし聖号騎士になれば使えるのは最高司祭様となり皇帝陛下ではありません。何が、なぜお前のような欠陥品が主席で学院を卒業し四帝国統一大会で優勝できると考えている。冗談も大概にしろ。お前にそんな実力があるはずもない。お前もバカな父親と同じようにあの貧しい資料地で一生終えるのがせいぜいの行く末だ。お前とオルティナノスケの未来は私の手に握られている。逆らわない方が身のためだぞ。さて少しお前に頼みたいことがあるのだが聞いてもらえるだろうか。ここは学院です。それに私にはやるべき課題があって。いいのか。拒絶するなら婚約は破棄する。未来の妻として当然の義務だ。いつも通り従順に振る舞えばいい。それが欠陥品にふさわしい役目なのだ。はぁ、な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 ぁ、わかっているな。はい。なぁ、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 むかつく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 、そう、お前は私に黙って従っていればいい。それが欠陥品にふさわしい役目なのだから。なあ、我らを疑っているのか。では我が息子とあなたの縁談をなしにしてもいいのですぞ。なあ、これどう、これどうね。必ずお前たちを。父上、私は負けない。必ずや我がオルティナノスケの汚名を注ぎ名誉を取り戻してみせる。私と一族の未来、そして誇りのために。イエーイ。なほげんや、おいしい。今日はセントリアは賑わっているな。おいだねたまには普段行かないような店も覗いてみるか。おいしげとだねきとぶどん。えー、わい。